皆さんおはようございます。昨日、長野に入りました。実は去年の8月に、もう来ておりました。芹田小学校で小学生の防災教室をさせていただきまして、その後台風ということで、私も心配して小学校の方に電話を入れさせていただきましたけど、うちの小学校の方では大丈夫でしたっていうことをね、おっしゃって校長先生がおりました。もう本当近年ですね、さまざまな災害が発生しております。ぜひ今日も私のお話を聞いてですね、少しでもお役に立てればなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思っております。昨日、善光寺の方までちょっと夕方歩きまして、ね、途中でイルミネーションのやっておりまして、会場がその中間あたりにありまして、ね、で偶然に私知らないでそこを通って足を止めてみましたら、市長さんが一生懸命踊りを踊っておりまして、最後まで見させていただきました。元気ない市長さんだなと思います。素晴らしい市長さんだ。私 の, 今日ちょっとお話しする中で、お話ししきれないところがこのファイルの中にありますので、前の方の方は申し訳ございません。これちょっとお渡ししますので、順に見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。実は私は地震災害は4度地震災害経験者なんです。4回。今私63歳なんですけれども、42年前に宮城県沖地震というのが発生いたしました。その時私は就職しておりましたので、仕事場で職場で宮城県沖地震を経験しました。その後が岩手宮城内陸地震というのがあったんです。でその後に今度石巻の東部沿岸ですね、その後に東日本と4度の地震災害で、風水害のところはですね、2度ほど、1度目は私、記憶にないんですけれども、私、実は東京生まれなんですよ。12歳まで東京に住んでたんですけれども、その時に目黒川という川が、そこはよく風水害に氾濫するという川に住んでおりました。川のそばにですね。で、記憶にないんですが、私が、避難をしたよっていうのを、私の両親から聞いた。で2回目の水害の時には、仙台でございまして、名取市というところね、皆さんも知っている水災の閖上っていうところですけどね、名取市とか岩沼市とか、もちろん仙台市もそうなんですけど、集中豪雨が来てね、ダムが決壊しまして、それで私の友人の家が床上浸水になって、そのようなことも経験しておりました。さまざまな経験と体験の中から、ちょっとお話をしたいなというふうに思いますので、ぜひ聞いてください。これ私皆さんに聞いてるんですね。自然災害っていろいろな、自然災害があるわけですね。地震ですとか津波ですとか、火山の噴火もそうですね。あと竜巻ですとかね、台風、豪雪もそうですよね。こういうその自然災害全部含めてなんですけれども、自然災害ってなぜ起きるんですか。これ正解はないんですが、これ小学生によく私は防災教室で行くんで、年間約20校ほど全国の小学校を回ってるんですが、子どもたちに聞きます。なぜだと思いますか。あと考えます。なぜこういう自然災害と。私はこういうふうに思います。地球は生きているからだよ。じゃあ自然災害のない地球に私たち人間って生きられると思いますか。無理ですよね。集中豪雨もないんです。台風も来ないんです。大雪も大雨も降らないんですよ。ということはそういう地球だったとしたら、人間って生
きられないと思うんです、私は。ですね。ということは、その災害と私たちは生きていかなきゃいけない、一緒に。いやでも、で、私たち人間にじゃあ何ができるかということです。何をしなければならないかということです。災害を考えて行動することが重要ですよということですね。考えただけで行動しなければどうにもならないんです。考えて行動していただくということですね。危機感を持ってっていうことです。危機感を持って考える。これ危機感がなかったらもう全然話になりません。いや大丈夫だよ、そんな台風なんかこっち来ないからとか、大雨降らないからとか、地震起きないからとか、そういう危機感です。想定以上の備えというのは、例えば風水害で台風が来てどのぐらいの雨量がありますよ、例えばどのぐらいの地震があって震度がありますよ、活断層が動いた時にはどのぐらいの揺れですよ、断水はどのぐらいします、例えば断水が10日間断水すると、もしくはガスが止まるとか電気が止まるとか、そういう想定があると思う。その想定を上回る備えをしておいてくださいねということなんですね。それが想定以上の備えということなんです。あくまでもこの自然災害というのは自然が起こすものですから、私たちはそれに対して考えて行動するわけですから、それ以上のことの備えをしておかないとうまくいかないということです。基本1、防災減災の基本、これはですね、皆さん防災の基本というとよく言うのは、自助、共助、公助というところがあると思うんですね。私はそれが後で、最初はこれです。やっぱり危機感なんですよ、自然災害の危機感、これがまず基本だと。そして想定上の備えと。じゃあ備えをするために自助として何をすればいいのか、共助として何をすればいいのか、工場として何をすればいいのかということは後からついてくるわけですから、最初から自助、共助、工場じゃないんです。私の考え方はこの考え方、基本はまさかが現実に起こる時代だということ、たかが80年、90年のスパンスの中でのこと、出来事ではないということですね。この地球が生きてきてからの、生まれてからの長いスタンスの中でということですから、こんな災害が起きたらどうしようか、経験したことのないような災害が起こる時代だということですよ、すでに。そういう長いスタンスの中です。想定以上の備え、想定外は言い訳の言葉ということを、私は平成18年に自主号のリーダーになった時に地域の方々に申し上げました。想定外は言い訳の言葉だよ、ね、東日本大震災をあちこちで想定外、想定外、想定外といえばそれでもう話終わっちゃう、それ以上進んでいかないんです。それで片付けようとするのであれば次の災害には勝てることできないんですよ。自助、公助でできないことは共助でやりましょうですからね。で、共助というのはどういうことか、地域全体で防災を行うことです。じゃあ、自助は住宅の耐震、外壁の耐震、ブロック塀大丈夫ですか、皆さんのお宅の近くのブロック塀。これ私アンダーラインをわざと引かせていただきました。大阪北部地震、小学校4年生の女子児童が亡くなりました。実はあのニュースの中で
3年前に防災の専門家より指摘を受けておりましたという話を思い出してください。ありましたよね。あれ実は私だったんです。あの3年前にあそこの小学校に防災教室で私呼ばれて行ってたんです。朝の1時間目の授業の講師を務めました。その時に通学路の点検もということで点検もさせてもらいました。実は関田小学校を昨年も点検してるんです。私通学路で指摘してるところはありました。校長先生にお話をしました。それと同じようにその大阪北部地震の犠牲になられた小学校の校長先生、地域の方、PTA の方の前でそのお話をしたんです。ブロック塀の点検してますか、安全でしょうか、一度点検をしてもらってください。そして3年後にああいう状況になってしまったということなんですね。いろんな様々な私も経験をしております。ですから言えることなんです。宮城県沖地震、42年前ブロック塀が倒れて17名の方々がブロック塀の下敷きで亡くなっているという現実を目の当たりにして、近所のお子さんも亡くなりました。仙台市はいち早く42年前のその後にブロック塀禁止条例というのを作っています。3段までしか認めてません、ブロック塀。私の住んでいた地域にはブロック塀は一切ありません。そういう地域に長年住んできています。で、じゃあブロック塀なしでフェンスもしくは一軒家を作るわけです。椿とかサザンカとかさまざまな。で、それが補助金が仙台市を出してます。一本につきいくらと。ですからその補助金を使って一軒家をするのとこっちの周りを作る。ですから森の都仙台って言うでしょ。家が建てば森が増えていくんです。まあ、この辺はもうね、360度見渡しても森ですから。そういうふうなことでございます。ちょっと達成しましたが、室内の点検、備蓄、食料、飲み水については1週間分ですよということです。この辺は井戸が多いと思うんです。ですから水道が止まっても井戸があるから。ただしなかなか今井戸を、ね、飲料水として使うところも都会では少なくなってきてるんです。ですから緊急時のその井戸という、ね、提供手上げしてください、お願いします、協力してくださいというのがあるんですけど、飲み水にするためには検査が必要ですよね、毎年。その検査費用を全て市が負担するというところもかなり多く出てきています。ガソリンはこの目に満タンにしておきましょう、ね、東日本大震災の後、ね、そういうふうな形になりました。東日本大震災の後にですね、被災地から食料、水は1週間分ないと足りませんよって言ってきてたはずなんですね。ところがその後あちこちで災害発生してテレビを見てますとね、コンビニに行ったんだけど何もないとか、スーパーに行ったんだけどもう何もないという映像を見たときに、あれだけ私たち被災地から言ってきてじゃないですかと。災害が発生してもコンビニやスーパーに駆け込む必要のないようなことをしておかなければいけないということです。ぜひそこはお願いしたいなというふうに思うんです。集団登校、ね、ここで地震が発生しました、子供たちはどうするか、ここでしゃがむしかないんです。ここでしゃがむ、こちらには車がいっぱい通ってる、歩道といったらここからここまでの間しかない、ここでしゃがんだ次の瞬間どうなるか、こうなるわけですよね。本当にこれは今行政の方では行政が管轄しているブロック塀については全て取り外そうという流れになっています。しかし地域の方をぜひこのこともね、視野に入れて備えとしての一歩を踏み出してもらいたいなというふうに思うんです。ブロック塀も、ね、きちっと点検をして毎年点検をしていただいて補強していただく、修理をしていただくことによってね、大丈夫なものもあるわけです。しかし人間が年老いていくということと同じように
グループ名も摩耗していくわけですね。ぜひご運転もお願いしたいところではございます。避難所の種類、さまざまな避難所の種類というのがあるんですね。これは仙台の方をちょっと例にとって皆さんにお伝えしたいなと思います。一時避難場所、一時と書いて仙台では一時と言います。一時避難場所、地域指定避難所、公益避難場所、公益避難所、福祉避難所というふうにですね。長野でもこういうふうに福祉避難所とか公益避難所とか分かれているかと思いますよね。でそれぞれに、用途が違うわけですよね。一時避難場所仙台では地域の安否確認の場所、これは地震を想定してます。地震の場合です。地震が起きました、震度6強です、ね、すぐに避難所じゃないんです。仙台は必ず地域が決めた一時避難場所にまずは集合するという、そこで安否確認と被害状況の把握をまずするという。じゃあその一時避難場所というのはどういうところかというと、公園であったり広場であったり空き地であったり駐車場であったり、安全を保たれる場所、そこを自由に決めていいんです、自治会の中で。そこを一時避難場所として位置づけしているんですね。そして自主防災組織の最初の活動をするところ、先ほど言った怪我人がいないか、火災が発生してないか、そういう情報を収集する場所です。避難所に行ってからでは遅いんですね。まずそこでやると。そして指定避難所が使用できない時のものでもあるということです。地域の初期対応の場所がこの一時避難場所というふうになります。このようなところが全ての単位の自治会、町内会で仙台は持っています。避難所の鍵開け、点検、開設という流れになっているんですね。じゃあこれ地震の場合ですけどね、避難所の鍵開けって誰やるかというと、仙台市では市の職員がやるんですね。平日の日中であれば校長先生、教頭先生、施設長がおりますので、それは問題ないです。じゃあ夜とか学校が休みの時どうするかっていうことですね。これはね、仙台市の場合では学区の中に住んでいる市の職員、県の職員が鍵を開けるということなんです。自治会町内会の会長さんとか自主防の会長さんのところではないんです。なぜ自主防のリーダーさんとか会長さんとか町内会長さん、連合会長さんが鍵を開けてどうぞというふうに言わないかという、これ一つの事例があります。もちろん自治会長さん、自主防災会の会長さんというのは一般市民ですね。その方が鍵を開けてはいどうぞと言って入った、じゃあ余震が来た、余震で落下物があって怪我人が発生した、誰が責任取るか、裁判になった時誰が取る、鍵を開けてはいどうぞと言った方になっちゃいます。一般市民にそういう責任を負わせてはいけないということで仙台市ではそうなっています。そして点検表という、この点検というのは点検表というのがあります。項目が書かれていて、裏には例題の写真があるんです。それによってチェックをする、そして OK であれば解説ができるという流れになります。学校長さんも持っています。市の職員さんも自宅に置いてあります。ですから地震の場合ですと大体10分か15分後ぐらいには避難所が鍵を開けられるようになっています。学区内に住んでいる市の職員ですから。夜でも鍵持っているんです。点検表も持っています。事前の取り組み、学校、自治会、町内会、区ですね、地区ですね、自主防災会、防災担当の地域の役員さんが事前に話し合うし、毎年です。図面に落とすという作業があります。毎年。じゃあどういうものかと。
避難所の運営マニュアルの中に入っている26項目の叩き台があるんです。これは仙台市が作っているんです。この叩き台を使ってですね、叩き台を使ってどうするか、図面で落とし込むんです、全部。で、仙台は指定避難所というのは小中学校以外は認めてません。高校が一部3校、公民館、市民センターというところは各学区に1個ずつありますが、そこは指定にはしてません。2か所だけ例外で指定にはなってますが、それ以外は一切なってませんから、ほとんどが小中学校。ということは学校避難所です。学校というとどういうふうに考えるかというと、体育館じゃないです。教室も使うことができるよということなんです。教室も事前に学校長と自主防災会、自主防災組織の役員と自治会の役員さんが学校に参集をして、事前に図面に落とし込む作業をしているんです。喫煙場所もあります。遺体安置場所まであります。洗濯機置き場、物干し置き場、更衣室、すべてこの26項目の叩き台を図面に落とし込む作業を毎年するわけです。で、それをもとに訓練をしたり、実際災害が発生すれば、地震災害が発生すれば、この図面によって避難所が開設されていくという流れですから、初めて開設されてからどうしようこうしよう、足をここに置こう、あそこに置こうということではないんです。これは震災前からなんです。これは震災後こういうふうな形で出してきたんですね。1階の校舎、2階の校舎、3階の校舎、学校避難所ですから、体育会避難所じゃないんです、ね。避難所使用には優先順位があるんだよっていうことなんですね。これ地震の場合です。で、津波沿岸に関係ない地域、津波 には関係ない地域で地震の時には優先順位がこういうふうにあるんですよっていうことを知ってもらいたい。全壊したうちの家族、半壊したうちの家族、要介護者もいるご家族ですね。で、帰宅困難者、企業の場合は公営避難場所です。指定じゃありません。行く場所は違いますね。このように立ち分けされているわけですね。ですから余震が続いて怖いからとか、ガス、ライフラインが全て止まっちゃったので生活できないから避難してきましたというのは理由にならないんです。地震の前ですよ。だから1週間分の備蓄をしてくださいねってことを伝えているわけですから、停電しても大丈夫だよ、1週間停電しても大丈夫、ガスが1週間止まっても大丈夫、水道が1週間止まっても大丈夫、想定以上の備えさえしておけばライフラインが止まったから避難所に行こうっていうことはなくても大丈夫なわけです。指定避難所の中でさまざまな役割を担いますね。じゃあどういう役割かというと、まあ避難所の点検、設営もあります。受付、炊き出し、物資、衛生、福祉、警備、総務、介護、これだけ役割を担わなければならないんですね。17日間の中で私もこれを全部やりました。この中には24時間やらなきゃいけないのがあるんです。例えば受付24時間、衛生もそうです、福祉も警備も総務も介護も24時間、炊き出しは1日3度、こういう役割をちょっと誰が担うんですかっていうことです。市の職員や、ね、県の職員じゃありませんよということです。すべて地域の方々でやらなきゃいけない仕事なんです。ですから避難されてなくても自宅から避難所に来てやらなきゃいけない。もちろん避難された方々もメインでやらなきゃいけない。
誰がやりますかということですね。いや大丈夫だよ、うちの訓練してるからできますよと思うんです、皆さん。ところが現実はそうでないということが後から分かってきます。これが私が平成18年にさまざまなところを回って避難スペースの作り方ということで公表になりますね。そこの後ろにもありますね、はい、ね。じゃあそうなった時にですか、この黄色いのは人だと思ってください。私はここに寝てくださいと申し上げます。と皆さん寝ますね。真ん中にいる人だけ立ち上がってトイレに行くため、用を足すために通路に出てみてください。4方向どちらでもありますから。とそうするとどうなるかというと、通路側に寝てる人をまたぐんです。男性が寝てるところを女性がまたぐんです。大人が寝てるところを子供が飛び越えていかなきゃいけないんです。そういうことが起こってしまうんです。5番の目と私は言ってるんですけど、この5番の目の避難スペースというのは最悪だと私は思うんです。誰でもが自由にぐるぐる歩き回ることができてしまう。防犯上にも優れてない。で、私が平成18年に発案したのが、当時はこれの図面だったんです。半島型避難スペースというものです。体育館の両側壁は通路にはいたしません。体育館には必ずあるものを使用します。体育用のマット。これを縦に一列に並べます。あるだけ。この赤いのは跳び箱の一番上だけです。それを壁側にピタッとつける。この両側は高齢者の休憩場所、談話ルームをお話し合いをしていただく場所なんですね。通路にはなってません。ですから、ここは何地区ですよ、ここは何地区ですよって言った時に、ここから入ってこうですから、もう行き止まりですから、知らない人が入ってきても分かるわけですよね。さっきのぐるぐる歩き回ることよりは、こちらの方が悪さをしようと思っても入ってこれない。え、なんで悪さなんですか。あるんですよ、あるんです。置き引きがありましたよ、東日本の時だって。阪神淡路の時は痴漢や強姦、盗撮があったという話も聞いております。これが半島型の最初の平成18年に発案をしたものなんですね。これが新型コロナウイルス後に崩したものというのは、なぜかというと、ここがですね、以前は3メーター60センチ幅なんです。ブルーシート3メーター60センチ幅で壁まで持っていってもらうというのは、3メーター80を半分にくると180ですね。3メーター60を半分にくると180で1メーターずつ折っていけば一人の避難スペースということで、こちらの人はこちらの通路、こちらの人はこちらの通路というふうになるわけですね。人をまたがなくても出れるということです。いつでも気兼ねなく出ていかれるということになりますよね。で、新型コロナウイルスになったときには、一方通行の動線がきちっとできて、対面通行は一切できませんよ。人と人とが対面することができない。ね、そして1メーター80センチ幅になります。1メーター80、通路は2メートルになります。こういうふうになるんですね。そうすると避難の世帯だって人数って異なるじゃないですか。1人世帯の方もおられれば5人6人世帯の方もおられるでしょう。羊羹を切るように切っていけば、自由自在に切り込みを入れれば、一人の避難スペースというのは全て平等に保たれるわけですね。不公平がないわけです。世帯と世帯の間2メートル空かす、ここは通路にはしませんので、荷物置き場にするわけですよ。皆さん荷物持って避難してくるわけですから、荷物を置くとこまで考えたスペースを取らなければいけないわけです、ね、そうすると自由自在に切っていくことができて、3密も過ぎることができるんですよ。
何も使わなくてもブルーシートだけで。で、私たちはブルーシートっていうのは1枚も使いません。ロールを使います。1メーター80幅で100メートルの間1本5000円でお釣りがきます。中学校の体育館ですと全面に作ってもまだ余るくらいと、大人2人で20分で仕上げてしまいます。これ全部大人2人で20分。これを半島型避難スペースというものなんです。これでもまだ心配だと言われる方は、プライバシープライバシーと言われる方は興奮しないでください。これ模型なんですけど、模型、私が作った模型なんですけどね。ここは2人世帯、ここは1人世帯、3人世帯、1メーター80の、1メートル持ってます。ここが2メートル、ここが、3メートル、ここは1メートル走ってるね。これです。で、何を使ってたかというと、断熱材です。大工さんだったら分かるんです。スタイロフォームで、ホームセンターに行けばどこにでも売ってます。畳1枚、サブ6番の大きさでございます。で、この下はちょっと見せたいです。立てかけであるもの、支えであるものです。何を使ってるかと。100円ショップに売っているブックスタンドで挟み込む。で、下は養生テープで貼り付ければスタイルフォームは軽いですから倒れにくい。じゃあ上が不安定だというね、これは水道屋さんがよく持っているんです。あの水道管が凍結しないように発泡スチロールで裂け目が入っているやつ、あれを20センチぐらいの長さに切って挟み込むわけです。もしくは農家さんやられている方、パッカーっていうのがありますね。パッカー、あれを使ってもいいと思う。パッカーっていうのはハウスを作った時にね、ビニールかけるわけですよ。でビニールかけると、そのビニールが飛ばないように骨組みとブルーシートを押さえるやつが、ビニールを押さえるやつがパッカーって言うんですけど、それの幅の広いやつがあるんです。この厚みは20ミリですから、20ミリのパイプを押さえるパッカーさえあれば、ここのつなぎ目で押さえていけばより安定します。で、ダンボールベッドじゃないんです、これ。先ほど言いましたね、荷物持ってきますよ。荷物。収納できるんです、これ。リンゴ収穫したときにこのカゴ使いますよね。カゴ。農家さんどこにでもあると思う、このカゴ。これの上に、サブロック板の、コンパネ。3枚に切って折りたためるように上で布テープで貼るんですよ。これをパタパタパタッと3枚広げればカゴですから中に収納できるでしょうよ。長期にわたる避難所の時、ね、でここにあるのがこれってダンボールベッドなんです。実は市で持ってるダンボールベッドってダンボールに見えないでしょ。これブルーシートで必ず包むことをお勧めします。あれで出来上がりじゃないんです。後ろにあるやつで感染症対策ですよ。手だけ消毒して他のもの消毒しなくていいわけですからね。毎日掃除もしなきゃいけない、清潔にしておかなきゃいけない。ただ感染症って新型コロナウイルスだけではないんですよね。インフルエンザ、O157、ノロウイルス。ノロウイルスなどの患者さんが発生したら大変ですよ。一人でも。新型コロナウイルスのこの詐欺じゃないんですよ、実は。専門の方は知ってるかと思います。私も専門じゃないけど、ちょっとも知っております。段ボールに嘔吐物が付着したとしますね。皆さんどうします？知らない人は。畳んでビニール袋に入れて捨てる作業をしてしまいますよ。その時に菌が蔓延しちゃうんですよ。ノロウイルスは。塩素系の洗剤を撒いて20分ほど放置すれば菌は死滅しますから。そしたらビニール手袋をしてそこをきれいに拭いて掃除すればいいわけですから、ブルーシートを包んでくださいね。感染力はノロウイルスの方が早いですよ。新型コロナより。圧
という間に広がりますから、もう1日でアウトです、その避難所も全部。それからこれも専門の方じゃないと知らないと思います、学校の給食場、給食室、もしくは高齢者施設の給食室、あの調理室、病院の調理室には衛生法という法律の中で段ボールは一切持ち込み禁止になっています。なぜだか分かりますか？段ボールというのは菌が付着しやすい、増幅しやすいと言われている。で、外で炊き出しますね。3度のお食事どこで取ります？避難スペースで取るんです。もし段ボールベッドがあったらその上でご飯食べるかもしれません。そうすると食べこぼしなどが付着して、それが梅雨時期、夏時期だったらどうなるかということです。菌の温床になってしまいます。ですから掃除がしやすいようにブルーシートで包んでくださいねということをお願いしたいんです。便利、簡単、早い、楽がデメリットに変わるということをぜひ知ってください。普段の生活の中での便利、簡単、早い、楽はいいんです。大いに結構なんです。しかし災害時を考えた便利、簡単、早い、楽というのはデメリットに変わることもあるということ。ですから想定以上の備えということであれば、そして班長さんも毎年から、だから自主防災組織を毎年からから勉強会を必ず毎年していかなきゃいけない。要員役としての災害発生した時の役割の勉強会、班長としての役割の勉強会、先ほどの自主防災組織としての役割の勉強会、そして大人だけじゃないです、子ども会としての勉強会、災害時に子どもたちがどういう行動をしなければいけないか、何をしなければいけないかという勉強会も269世帯の中でやるということです。これを5年間続けてきた。そして5年目に東日本大震災が発生したんですよね。で、それは後から話します。夜の防災訓練と昼の防災訓練を毎年交互にやってきました。毎年交互に平成18年に最初夜をやる、その次の年は昼、その次の年は夜、そして全て自宅からです。自宅一時避難場所を指定避難という流れですね。で、よく最近多いのは自宅からスタートするっていうところが少ないんです。一応は何時に地震が発生しましたね、そして避難所は何時に開設ですよっていうマニュアルを作っちゃうわけですよ、訓練で。そして私も呼ばれてね、検証してくださいっていうことで行ったところがあるんです。8時に緊急地震速報が鳴ったという想定しますって言ったのに、8時に学校に来てるんですよ。これじゃもうどうしようもないわけですよね。そういう流れを知ってる。訓練用のマニュアルは作らないんです。そのためには作らないんです。本当に災害発生した時のものを使うんです、ね、そして階段は使用しないんです。自治会町内会に入ってない人とかに回らないわけですから階段は、ね、その時はポスティング、まあこの辺はアパートとかマンションもないからですけれども、そういうところには管理組合長さんとかポスティングするわけですよね。そして中学生、小学生、中学生、高校生にも役割を振るんです。 A4 版の数値の中に何月何日こういう流れで訓練やりますよ、切り取り線です。下に小中高成人と各欄がある人数、そしてそこの欄に埋め込んでもらって班長さんが回収してくるから、前もって何人の人が参加する予定だということが分かるわけですね。そうすると前もって分かるんですから、役割に就かせることができるじゃないですかということです、ね、それを5年間やってきました。平日の日中に地域にいる方々がリーダーになってやるんですよ。ですか、お勤めされている方、パートアドバイトをされている方々は一切役割には参加しないんですよ。なんで？
米日人中生の志願人っていないじゃないですか。みんな人たちが一生懸命訓練して平日日中に災害が起こったら誰役割になるんですか。これは被災地の私たちしか知らないことを教えます。防災士の方も知らない、消防団の方も知らない、市の職員も知らないと思います。3月 3.11 は金曜日でした。午後2時46分、地域には働いている方、パートアルバイトをされているご婦人方が大勢であった。あたかは誰か、小中学生と高齢者でした。それで避難所1時間後には回数ができた、そういう訓練をしてきたから。それから その震災の次の日、3月12日は土曜日でした。3月13日は日曜日ですね。人々大変なことを思っています。被災地では3月12日の早朝から働いている方、パートアルバイトをされている方々が避難所と地域からいなくなっちゃったんです。知ってましたか。知らないでしょ。会社からメールが来たんですよ。会社の後片付け復旧作業に出てきてくれると。社長一人、部長一人、係長一人で片付けられない。倉庫は大変なことになって、物が散乱して、スーパーは陳列棚が全部倒れて、停電して生物は腐り始める。誰片付けます。パートアルバイト社員の方々じゃないですか。私は自主防の人間だよ。自治会町内会の役員だから会社には行けません。前もって言って確約をもらっててください。それだったら大丈夫でしょう。言えませんね、そういうこと。消防団の方は言えてる。消防団ですから、ね、会社の気分があっても出場しなきゃありませんっていうことを会社に前もって言ってるはずです。自主防のリーダー言えますかっていうことです。自治会町内会役員言えますかっていうこと。私は自治会の会長です、ね、役員ですから、災害が発生したとき避難所をやらなきゃいけないので会社には来れませんので、部長、課長よろしくお願いします。言える方は言っといてください。いつ何時のことがあるかわからないわけですから。私は保育園に理事してました。家内は園長です。園長に、私は自主防のリーダーだから自治会長内会の役員なので、災害が発生したときには保育園には悪いけど戻れないから園長頼むねって、先生方お願いしますよ、子供たちの命守ってくださいねって頭を下げておきましたから、17日間の避難所せず責任者ができたわけです。事前に言ってたの、そういうことが必ず来ると思ってたから。私はこれが夜の防災訓練、これが日中です、ね、防災倉庫からの夜間を使って引っ張り出して、これが夜の投稿機、発電機も地域で持ってましたから、市が用意してくれたわけじゃないですよ。自治会町内会が用意したんですよ。全部備品として、これ後から出てきますけどね。町内会ごとに記入用紙を色別にすると、何々地区は何色、何々地区は何色、段ボールの直火器はしない、ね、今このようなこと先ほども申し上げました。じゃあ地域の防災備品です。地域を今日公助でできないものは共助でやりましょうですから、自助でどういうものを用意しているか、これは無理だよね、用意できないよね、じゃあ公助でやれること、ね、これとこれはあるけれどもこれないよね、じゃあこれは共助でやろうかということですから、仙台市はさまざまなその防災のお金っていうのは自治会には一銭も出ません。一銭も出ないですよ。全部自前でやらなきゃいけないです。自治会町内会で黒字のとこ、赤字のところは一切ありません。会社が赤字でも自治会町内会黒字ですね。繰り越し金なんて貯金ばっかりすればいいって話じゃないわけですから。毎年繰り越し金というのがあるでしょう。貯金が。
そこから優先順位を決めて必要なものだけ買い揃えていきましょうということですよね。貯金するだけなのじゃない、優先順位を決めてですから。で、防災費として計上するわけです。そして優先順位を決めて買っていく。そのファイルの中にこれがあったと思います。実際に証拠書類が5分ですね。繰越金というのから防災費を決める。じゃあ何を平成18年から揃えていたか。トランシーバーじゃありません。4ワットの無線、県の許可の必要なもの、免許はいりません。3セットで大体8万ぐらい、デジタルで8万ちょっとぐらいしたのかな。だから5台だと5杯40万だから、そんなにいっぺんにいくらなんても買えないもんでね。最初2台だけ買ったんです。2台だけ。そしてその次の年1台増やして、その次の年10。東日本の時5年間までには5台全部揃ってたの。5台全部。消火班、救護班、救出班、避難誘導班、すべてがこれを持って私が一つ持つ。組織は作ったはいいけど、携帯電話はつながらない。向こう3軒両隣だって遠いと困る。緊急性を要しているからすぐに連絡を取りたい場合に、取れなきゃ組織を作ったって速やかに出動できないわけです。訓練の時にも使う。お金のかけるところにはかけて、工夫すればいいところには工夫してお金をかけずにする。ステンレスの立派な炊き出し容器なんかいらないです。ペーパーあったら十分ですよ。3つこう並べれば三角形になりますね。炊き出しはね、寸胴はダメなんですよ。平鍋が一番いいです。すぐに沸きますからね。平鍋をボンと上に置いて3箇所にくべれば黒板箇所より早いですよ。沸く時間が、沸きの方がペーパー用意してました。10なんか全部巻き入れて、この辺はもう巻きなきゃいくらでもあるでしょうから備蓄しなくたっていいでしょうけど、仙台の場合はね、まあ、そういうのがいかないわけです。だから巻きを全部缶の中に入れて倉庫にしまっておく。で、訓練の時に必ず使う。だからプロパンガスは一切訓練で使わせなかったんです。うちももちろんプロパンガスの世帯ってここと違うの全然ないわけです。みんな都市ガスですからね。だけどプロパンガスだと何月何日訓練やるから、訓練会場に水切れボンベ2本持ってきてねって言えばそれで済むわけですから。実際最近発信したらそうはいかないわけですから、宣伝の場合は。ですから巻きだね。で、統合機発電機2台ずつありました。その他に飲料水、食料、在宅介護用トイレがあったので、仙台は私たちはものすごく助かったんです。仮設トイレじゃないんです。あのホームセンター行けば売ってるんですよ。で、ネットで買うと4000円ぐらいで買えるんですね。洋式で蓋付きで中にバケツが入っている。そこに黒いビニール袋を入れて、そして1回下痢を出したらそれは捨てるという流れです。大きなポリバケツを用意しておいて。凝固剤を入れてね、使えるわけですが。それで、丸洗い、洗浄ができるわけです。今度、ホームセンターに行った時に見てきてください。在宅介護トイレあるはずです。値段も結果的にまであるけど。一番安いやつを私たちは見尽くしてたので、助かったんです。仙台はね、ほとんどがやっぱり、上下水道がきちんとされているために、汲み取りの車ってほとんど見かけないんですよ、もう。仮設トイレになったときに汲み取りしかないもんですから、結局あの当時もですね、あちこちの避難所で使用禁止になっちゃった。車が前に来なくていっぱいになっちゃって、だからこれがものすごくあって助かったんです。でその他にいろいろありました。で、要介助者、今要援護者って前が言ってたように今介助者に変わりましたね。平成18年に、これ、私が呼びかけたところがですね、当時、ね、今こういうふうに皆さん知ってますよね。当時は、
東日本大震災前は皆さん知ってたのはここだけだったと。ここだけ総務省消防庁からここからここまで全部言ってたんですよ。で平成18年に私それ知った時に市の方に、なんでこれ全部なのにここだけしかやんないのって言ったんです。だから回答来ないんですよ。で、なぜ回答来ないんだろう。総務省消防庁ではもう阪神・淡路大震災後からこういうふうな流れでって言ってるのに市の方でやってないんですよ当時で。なんで考えてみたら、誰かさんが今一生懸命騒いで言ってますよね。縦横のつながりを大事にしましょうって言ってますよね。すべて縦割りだと。妊産婦乳幼児は母子手帳を発行するからなんです。ここについては子ども未来なんですよ。ここは教育委員会なんです。ここは福祉なんです、ね、ここは転移してきた時に出すところかな、書類をね、書類を伺うわけですから、全部立ち分けですよ。で、一番地域に根付強いのはここなんです。だからここだけなんです。で、平成18年に私たちはこれをやりますよって市に言ったんです。総務省消防庁から出てたから、これを私はやります。だから嫌って嫌じゃなくて、出てるんだからやんなきゃいけないんですよって。で、全部やりました。名簿作ったんですって、平成18年で。東日本大震災発生してやっとできたじゃん、ここ、ね、前から私言ってたんです、やんなきゃダメだよって。地域防災っていうのは地域内全ての一体化っていうのもあるんですよ。自治会、地区、町内会がやるのを地域防災じゃないんです。皆さん勘違いしてる人多いです。これは実際だったらば自治会防災でいいんです、地区防災でいいんです、町内会防災でいいんです。地域防災って呼ばないでほしいと私は思っています。で、地域防災って何だ。地域の中にある全部です。保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校があれば高校、商店街があれば商店街、福祉施設があれば福祉施設、全部まとまって地域でしょう、学区でしょうか。なぜ町内会、自治会だけでやるのを地域防災って言うんですかって話です。そうじゃないでしょっていう。災害は全てに同じく起こるわけです。全てが一気通過しなければ地域防災とは私は言わないと。地域内全てで行うのが地域防災ですよ、町内会だけではないですよということをぜひ皆さんも知ってもらいたい、ね、こういうものが全て集まって地域防災。なぜかというのはこれは後から出てきます。これはちょっとね、いろいろ疑問が、波紋が呼ばれております。さまざまなことが言ってきておりますけれどもね。避難準備情報が出たときには、もうすでにこの状態で動いてなきゃいけないんですよ。ね、この状態で動いてなきゃいけないんです。避難準備情報が出る恐れがあるときには、もう動いてなきゃいけない。で、名簿だけあって、じゃあ誰を誰が避難させるかというところまで行き着いてないというところも多いんです。で、私は一つ方法があるんです。自治会、町内会の役員さん、自主防の役員さん、高齢者施設の施設長さん、ケアマネージャーさん、地域包括支援センターの責任者、この5人が集まって、事前に優先順位を決めるということです。誰を一番先に避難させなきゃいけないかという優先順位を決められるのは、包括支援センターさんとケアマネージャーさんがいなければ決められないんですよ。等級が違うんですから、個人情報ですから、その方々がさえいなければ、その方々が入らなければ優先順位ってなかなか決められないんです。で、
ですから逆に言うと、その名簿を渡して、ケアマネージャーさんと包括支援センターの役員さんに、優先順位を逆に決めてもらうと。そしてその方をいち早く地域と自治法と自治会長内会が、その優先順位に基づいて避難をさせるということが重要だということです。ですから私は先ほどから言っている通り、地域防災というのは全体でやらなきゃいけないよということを言っているわけです。分かってもらえますかね。三協定のですよ、こういうふうな形でやっとかないと、事前にやっとかないと、優先順位を決めとかないとダメだよ。まあ、この辺はね、失敗だと思います。やっぱり小学生もいなければ中学生もいないという、ね、地域がかなり多くなってきてますから、かなり私は心配なところかなというふうに思っております。全員やっぱり参加がこれ必要なんですよね。学校職員は児童生徒の安否確認と学校運営に、ね、全力を尽くせばいいですよ。避難所のことは一切関わらなくてもいいですよと。行政はといったら、被害状況の把握と、ね、情報収集して、そして復旧復興に全力を尽くしていただければいいですよと。避難所は私たちがやりますと。消防団も避難所じゃなくて、復旧復興と、それから、被害状況の把握とね、救援の方に回ってくださいよと、ね、それ以外の方々は、ね、全てやりましょうよというぐらいの気持ちを持って、当たっててもらいたいなというふうに思います。これは学校と地域が必ず一体になるという訓練ですね。一時避難場所に集まってきて、中学生も朝のね、登校前に地震があったという想定なんです。8時に地震があったという想定。で、地域の人と中学生が地域内を回って歩いて、怪我人がいないか、火災が発生しないか、閉じ込められた人がいないかを地域の人と確認をして、そして避難所に来て地域の人に報告するという訓練ですよね。東日本大震災、政令都市、ね、23万人の人口が区であるわけです。大白区というところです、私の地域はね。そして避難所の開設数が44の予定だったんですが、35になりました。その35箇所。そして避難者数が最大で19611名となるんですね。そして指定避難所の一番長かったのが22日間、私のところは17日間でした。死者が52人なんです。この内訳なんですが、地震による死者というのは一桁です。一桁。で、あとの2桁どうしたか。津波の沿岸地域に行って仕事をしてた。台北というところは沿岸地域に関係ないんです。だから津波に関係ない地域だから、津波のことはね、勉強しなくてもいいですよっていうのは嘘ですからね。停電は全世帯で大体5日間、ガス3週間から4週間、やっぱガスが一番かかりましたね、仙台はね。それから水道が2週間です。これだけ止まっててもうちの保育園は一切休みませんでした。それだけでも備えしてきましたから。一切うちの保育園は休まず、ね、私事で申し訳ないんですけれども、救援をせずに全てのライフラインが止まっても運営できていました。それだけの備えがあったということです。一時避難場所の設営をしました、当時。大体揺れが収まって30分後ぐらいです。これが一時避難場所の私たちの公園、ね、こういう設営を揺れが収まったと30分後に全部できたんです。訓練してたから。働いてる人、アルバイトパートしてるご婦人方々いなかったんですよ。だけどこれができた。
いない、いない人たちは訓練に参加してないわけですから、見てるだけですから、被害者になっていないというわけですから。だから3.11の時2時46分ですから、先ほど申し上げた通りそういう方々がいなかった。これどっかで見ませんでした、さっき写真で。フェルカに巻き備蓄してたって言ってましたよね。冬でしたからね、だんだん寒かったし雪が降り始めましたって、3月11日でね。で、この子、小学校低学年、2時46分、玄関前で地震になって、学校から帰ってきてすぐです。普通、お父さんお母さんいないんですよ、時間帯。一人でここに来たんです、一人で。訓練に参加してるか、自治会町内会がどういうふうに動くか、行動するかこの子は知ってたからです。だから来れたんですよ。そういう教育をずっと私たちは子ども会を通じて、先ほど勉強会したって言ってましたよね。やってきたから。もしそれが知らなかったら、この子は玄関の中から鍵を開けて、うちの中をおった返している中で、一人で電気もない、真っ暗になってもお父さんお母さん帰ってこないところで一人で泣いてたかもしれません。取り残しがなかったわけですよね。これが事実です。そして、体育館は使えなかったんです。武道場を使ったんですよ。なぜ体育館を使えなかったか、2つ理由があったんです。3月12日には卒業式だったんですよ、実は。椅子が全部並べてあったんです。それがもう地震の揺れで椅子が倒れてるね、片付けないと無理だということ。それだけじゃありません、片付ければするんですけど、バスケットボールがワイヤーで吊られてるやつがあるんですか、それを支えているこんな太いボルトが3本床に落ちてた。で、校長先生は、もしこれが落ちたら大変なことになるから、あそこは立ち入り禁止にしたいと、とりあえず。ということで、使う。それは点検表に基づいて校長先生が点検をしてくれたからよかったわけです。もし点検しなかったら、そこにどうぞって言ってたって、余震でもしその、バスケットボールが落下したら、大変なことになるわけですよね。まず落下しなかったから、武道場。この武道場に柔道の畳一面に敷き詰めて、足りないところには体育用のマットを倉庫から引っ張り出してきて運んで引いてくれたのは中学校の1、2年生でした。地域の人じゃありません、中学校の1、2年生が引いてくれたんです、この柔道の畳を。炊き出しをしました。そのこの柔道の畳を引いたときに、どういうことが起こってたかというと、3.11 のとき2時46分には、中学校3年生はいなかったんです、学校に。午前中で帰っていなかった。次の日が卒業式だったからです。いたのは1、2年生。校長先生が校庭に出しました。そして、地域の方々が避難してくるかもわからないので、避難所の設営をしましょう。いうことを子どもたちに伝えて、1、2年生がやってくれたんですよね。そして私たちはあの一時避難場所である公園に迎えに来たんですよ。避難所の準備ができたので避難してきてくださいって、中学生が。そして行ったら柔道の畳が一面に敷いてある。そこからがスタートです。中学生が炊き出しをやってます。必要なもの、欲しいもの、ね、中学生に私の方で書いてくださいとお願いをしたんです。そうしましたら、このように書いてくれたんです。もしこれが大人の人に頼んだら、おそらく黒のマジックで一色で書いたと思うんです。中学生だからこういうふうに書いて、分かりやすく絵も入れて、ちゃんと字の大きさも工夫し、色も変えてるんです。もし大人だったら黒のマジック一色で作り書きませんか。多分そうしたと思います。これが中学生の仕事です。校長先生、教頭先生、ね、炊き出しできましたよ、下に降りてきて食べに来てくださいって職員室に迎えに行って、先生方は。
小学生にゴミの分別をしたい、ゴミの集積場を作りたいのでお願いしたいということだけしか申し上げませんでした。小学生たちが考えて作ったのがこのゴミの集積場です。字を見ればわかります。ちゃんと箱にまで書いてある、ビニール袋まで入れてくれてる。これが小学生の仕事ですよ。毎日新聞を体育館の中一面に貼ってくれてたのは中学生です。4年生でもやってましたよ。掲示板です。いろんなとこから紙媒体が来るわけですよ。さまざまなところから来るんです。それを種類別に貼ってくれてたのは小学校4年生です。これ当時の訓練じゃないですよ。実際の写真ですから今見覚えしてるのはずっと TMC が来ます。自衛隊の2人しか来ません。運転手と、ね、助手、荷物を下ろすだけです。彼らはここにこの体育館から離れませんので、そして下ろしたものを全て体育館などに運び込むのは小学生です。地域の方、高齢者です、ね、で種類別に全部置くわけです。これも本当の写真です。きちんと数えやすいように5段重ねにしてますね。ここからも5段入ってます。全部で10個あるんですよ、ね、これ置くだけじゃないんですよ。台帳作んなきゃいけないんです。台帳、これ作ってたのは中学生です。何が何個入りか何ピースあるかまできちんと書類作んなきゃいけないんです。そうしないと配布できないんですよ。避難者との人数関係がある。台帳作んなきゃいけない。それをやってくれたのは中学生です。そして小学生がプールの水をバケツで汲んでですね、ポリタンクに入れるんですよ。地域の方、高齢者でしょ。高校生、大学生が来てマンションの30階、エレベーター止まってるんです。非常階段上がっていくんです。生活用水のお水として高齢者、一度上がってったらもう降りてきませんよね。無理でしょ。エレベーター止まってるんですから、非常階段せいぜい上がっても7、8階までじゃないか、精一杯でしょ。だってこれ20キロ、18キロから20キロあるわけですから、これも階段上がるんですよ。毎日こうやって、あの平成18年3月の時でみんなマスクしてるんですよ。これ感染症対策で当時からこれ掃除してる、子供たちが掃除してくれてるんですよ。拭き掃除、ね、拭き掃除もこうこうじゃないよ、こうだよ、ね、平成18年からですよ。今始まったもんじゃないんです。最後に記念写真を撮りました。17日後もう自分ひげぼうぼうです。体重4キロ減りました、地域防災の経験者としてさまざまな、まあ、活動を、まあ、私は今現在行っております。地域全員参加のね、再現訓練、東日本大震災の時に避難所の役割として何をしたか、どういうことが行われたかということを訓練ではなくて皆さんに体験してもらいたいというのがこの再現なんです。こういうこともやってます、ね。防災教育が大切ということで学校地域が協力をということです。防災教育が非行いじめ命の大切さにも関係してくるんだよ。よく言われているのが、いや吉田さん実はね、学校にね、地域と一緒に訓練やりたくて学校にお願いに行ったんだと。ところがね、学校から断られたんですよって言うんですよ。それいつ頃行きましたって言ったら5月に行ったって言うんです。だってダメですよ、5月に行ったって無理ですよって私言った。学校にお願いをするんであれば前の年の10月あたりに行ってくださいって。なぜかって言ったらもう12月には教育委員会の方に次の年の年間行事予定表っていうのをきちっと作って渡さなきゃいけない。もう渡した後に行って5月に学校に行って一緒にやりませんかったって無理でしょうって、ね、だから時期があるんだと。だからもし学校と一緒にやりたいということであれば10月に行って次の年にやるということを計画しないと無理ですよっていうことを言うんですね。落下物から登校中下校中に落下物から身を守ると。
誰が考えたか知らないけど、あの重いランドセルを両手で頭に乗せてしゃがませて、震度6強の揺れに耐えられるわけがないんです。ね。わけがないんですよ。これは経験し、体験したことのない人だとわからないんです。揺れが収まったら、このまま立ち上がって、ひどい場所へ避難しなさいよ。ね。次の余震で落下をして、物が落ちてくるかもしれない、ある程度のものからだったら少しでもね、身を守ることができるよって教えてます。これ昨年のあの、セッタ小学校でもやったんです、子供たちにやってました、ね。まあ、様々なことがあるんですが、あと何分ぐらいありますか？10分ですね、ちょうどいい時間になりますけれども、これは再現、先ほどのちょっと待っている間にね、あの動画でお見せしました、小学校、小学生だけで避難所へ全部やったんですよね、ぶっつけ本番です、ぶっつけ本番、前日に私が行って、小学生たちに役割こうやって、こうやって、こうやるんだよって教えただけ、そして次の日スタート、ね、そしてすべて役割は小学生だ。地域の方、保護者、先生方は全て避難者になるという逆パターンをさせました。あの先ほどの動画のやつも同じ学区の小中学校でやりました。これは総務班です。これは受付。受付用紙、色が変わってますね。地域ごとに色を変えてるわけですから。新聞配、ね、物資、ちゃんと何が何個入りが何ケースあるかきちんと書く。先ほど言った半島型避難スペースを作って地域の方々が避難者ですから待ってます。衛生班、プールの水をバケツで汲んで、ね、トイレに運ぶ作業。これ皆さん用意しておいてくださいね。防災用品には2種類ありますよ。災害発生直後に使用するもの、避難後に使用するものあるわけですね。非常持ち出し袋を用意してるっていう人。あれ、いないですか？いますよね、まさかね。非常持ち出し袋。ね、用意してくださいね。その前に使うものがあるんですよ、実は。非常持ち出し袋の前に使う防災用品があるんです。じゃあどういうものか。防災用品6点セットというのがあるんです。靴下、厚底のスニーカー、懐中電灯ではなくてヘッドライト、ね、そして防犯ブザー、笛やホイッスルじゃありません、防犯ブザーです。そして携帯ラジオ、必ずイヤホンをつけて携帯ラジオに巻いておいてください。そして雨具、カッパです、ね、これをナップザックに入れて枕元に置くんです。枕元ですか？枕元、地震で大きな揺れが発生しました。停電しますね。真っ暗のところを各部屋を回ったり、避難をするために動きますね。部屋の中にはいろんなものが落ちてます。ガラスが割れていたり、コップが割れていたり、お皿が割れていたり、ね、額が落ちてきて、その額のね、ガラスが割れていたり。ただ足怪我しちゃったら、速やかな避難行動を取れないじゃないですか。布団の上で全部身につければいいんですよ。そうすれば足怪我さずに済むわけですから。で、なぜ懐中電灯ではなくてヘッドライトかというと、避難の時には両手を明かすというのが基本ですから、ヘッドライトですね。ろうそくはやめてくださいよ。地震の時こそやめてください。危険です、ろうそくは、ね。ぜひお願いしたいところではございます。笛やホイッスルじゃありません。防犯ブザーですよ。小学生たちがカバンの脇にぶら下げておりますね。大音量ですね。電池が鳴るまで鳴り続けますね。枕元で、ね、電源が鳴っちゃったって言ったときに防犯ブザーを押しててください。大音量で鳴り続けますから、ね。そしたら居場所分かるわけですよ。救援部隊、救出部隊が来たときにでも、そんな鳴ってるところを探せばいいわけです。ね、7日であれば向こう3年、両隣まで聞こえます、あの防犯ブザーというのを。ぜひこの防犯ブザー、枕元に用意をしておく、ね。防災用品6点セット。
これをね、ぜひ皆さん一人一人が枕元に置いてくださいということをぜひお願いしたいです。これなぜ私がここまで言ってるかというと、一番冒頭の時に私に2回水害に発生しましたと言いましたね。東京にいた時に目黒川のすぐそばに住んでいて、ね、避難を余儀なくされたわけですが、私は記憶にないんですけれども、私のその住んだ時は父と母とおばあちゃんが一緒に住んでました。そして私とあと妹がいて、ね、の4人暮らし。おばあちゃんという人はもうすでに亡くなっていませんけれども、おばあちゃんはですね、関東大震災と東京大空襲と伊勢湾台風を経験しています。で、私たちが昔はパジャマで寝巻きなんですね。服から寝巻きに着替えると、その服を風呂敷に包んで枕元に置いてたんですよ。ずっと毎日ですよ。で、ある日僕がおばあちゃんに聞いたことがある。小さい時、なぜ風呂敷包んでここに置くの、何かあった時にこれをすぐ頭にかぶせて首の前に縛って握ればいいんだね。そういうふうに教えられる。それを私はずっと小さい時から知ってて、こういうことになってたんです。千と千尋じゃなくて、隣のトトロっていう、ね、アニメがあるでしょ。あれはもう私は保育園になってますので、もうやりなるくらい見てます。もうあれ見た方、なるほどと思ったことないですか。あれは北関東が舞台なんですよ。北関東、そしてちょうど私の生まれた昭和30年代の時の模様なんですね。あのボンネットバスがある頃ですからね。あの2人の兄弟が蚊帳の中で寝るわけですよ。シーンがあるわけですよ。枕元に何があったと思いますか。洋服がきちっと2人分畳まれて置いてあるんですよ。実は北関東東京方面というのはね、昔そうだったんです。今でさえそんなことしないんですけど、昔はそういうふうに教えられてたんです。時代劇見てもそうですよね。きちっと脱いだものを枕元に置いて寝るという風習があったわけじゃないですか。そこなんですよ皆さん、ね、この防災用品6点セット用意してくださいね。小学校中学校の、まあ、校庭と体育館で、まあ、様々なことを、まあ、体験してもらうということを、ね、避難所の再現になっております。ちょうど時間になりました。皆さんから質疑応答を受けたいと思いますが、風水害ね、この辺心配だということもありますでしょうし、ぜひ何か私に答えられることであればお答えします。